こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は、時々取り上げている、大学生の貧困問題についてお話をしようと思います。で、最近ニュースになったので、ここをきっかけにまたいろいろ調べてみたんですけれども、駒澤大学で、コロナの影響を受けている学生などを対象にして、食料品とか生理用品なんかを無料配布しましたよっていうニュースが、目につきました。で、何日間かやられ、この、行事っていうかこの配布ですね、行ったみたいなんですけれども、最初の日に1000人ぐらい並んで、学生がこの支援を受けて、でトータルで2000何百人、この支援を受けたっていうニュースを見たんですね。で、そのニュースの中で、女子学生が、最近、オンラインの授業が減ってきて、実際にリアルで、授業を受けるために大学へ通い日数が増えるようになってさらに困ってるっていうんですよね。でどういうことなのかなと思って話を、聞いてみたんですけれども、そのニュース番組の中でですね。で、今までオンラインで住んでいたっていうことは、自分のアパートだったり、下宿だったりにいて、で、近所のスーパーの特売時間になる頃にスーパーに買い物に行って、安い食材を仕入れておいて、でそれを食べればよかったんだけれども、学校に行くとなると、交通費もかかりますし、学食で食べるとか、そういうことになるとまたお金が出ていくっていうことで、さらに大変になったんですよなんて話を聞きました。で、その女学生が、取っていた対策なんですけれども、家にストックしてあった、要はスーパーの夕方になると安売りとかしますよね。でその安売りの時間帯に、菓子パンなんかを、100円未満で買える菓子パンをある程度ストックしておいて、でそのうちの1個をカバンに入れて学校に通って、で学校の昼休みは、学食なんかには行かないで、そのパンを1つかじってまた午後の授業を受けるんだなんて話をしてたんですね。でそんなに大変なんだっていうところで、でまた気になったのがこの生理用品という話なんですけれども、うちには女の子がいなかったので、さっぱりピンとこなかったっていう部分もあるんですけれども、かみさんなんかに聞いてみると、月に1回生理が来て、でそうすると生理用品で1000円2000円ぐらいの出費にはなるんじゃないのなんていう話を、その人にもよるんだろうけどねなんていう話を聞いて、ああそうかって、そうすると、1個100円以下のパンを、1食分としてかじっている、学生にとっては、1000円にしたら10食分、2000円かかるとしたら20食分に相当するんだなって、そりゃそうだよねって、そうすると少しでもケチってというか、かからないようにして、なるべく食費の方にあてがうようになっちゃうよねっていう、印象を正直持ちました。で、この配布している映像なんかも、ちらっとそのニュース番組であったんですけれども、なんていうんですか、持ってきたリュックサックに、インスタントラーメンみたいなものとか、あとはレンジでチンするとご飯がすぐ一食分炊けるような、ご飯だったりですとか、あと文房具だったり生理用品だったり、そういったものを持ってきたリュックにポンポンポンって詰めて帰っていくような、光景だったので、一人分として持って帰る量っていうのは多分そんな金額ベースで考えるとそんなに多額の金額じゃないと思うんですよね。せいぜい、1000円2000円分ぐらいのものを持って帰ったんだと思うんですよ。で、一人2000円分ぐらいの、ものを、リュックに詰めて持って帰ったとして、で2000人並んだよっていうことになると、それで合計400万分の支援がここで駒澤大学では行われましたよっていうことなんですけれども、400万っていうとなんか大金のように見えますけども、2000人で分けているのですごく少ない金額だなっていうのが正直な感想でした。で、そこから派生して、ネットの中をぐるぐる回ってたんですけれども、
次に目を引いたのが、これ今年の6月4日に配信された朝日新聞の、デジタル版なんですけれども、フードバンクに学生殺到ということで、コロナ禍でバイトが減少して生活が困窮してますよということで、フードバンクってあれですよね、食べ物を無償配布してくれるものだと思うんですけれども、寄付された約50キロの、食料が1時間ほどでなくなっちゃいましたよということで、こんな写真も載ってました。で、本当に食べるのに困ってる学生っていうのがいるんだなっていうところで、そこでまたネットをぐるぐる見て回っていくと、目についたのがこれですよね、6月4日配信で、これはヤフーニュースです。で、風俗とか水商売にはすごく偏見があったけれども、それでも女子大生がソープランドで働いていると。で、そういう記事も見ましたので、で、この女学生の記事、この先まで読んでいくと、学費は払ってもらえるっていう親との約束だったその学費が払ってもらえなくなってしまって、で、最初に大学選びの時で、地方の女の子なんですけれども、その地方の大学に進むよりは、都会の大学に行った方が、後々就職で有利なんじゃないのかなっていうことで、都内の私立大学に進学したようなんですけれども、それで、親からの、学費が止まってしまって、自分で何とかしなければならないっていうところに追い込まれて、こういう状態になってしまってるようなんですね。で、それを考えると、地方にいて、なるべくお金がかからないようにしていた方が、結局は良かったんじゃないの、結局、本末転倒になってしまったんじゃないのっていうところが、見られるんですね。で、この大学生が何年生だかは分からなかったんですけれども、今一番経済的に追い込まれて、谷間に陥っちゃってるっていうのが多分大学3年生4年生あたりだと思うんですよね。っていうのは、コロナがこんなことになる前に大学を決めて、こんな感じで大学は卒業できるのよねっていうことで進学をしてしまって、でその後、コロナの、この状況が発生して、それが2019年の12月に、名前忘れちゃいましたけども、豪華客船のなんとかなんとか号っていうのの中で流行ってて、それが横浜に寄港するの寄港しないのっていう問題があったのが19年の12月ぐらいだったと思いますので、そうするとそれ以前、要は19年の春に、入学してしまった子は、こんなことになるとは思わず入学をして、1年経たないうちにこのコロナ禍がやってきたっていうことに、なってくると思いますので、ちょうど谷間でかわいそうなことになっちゃったよねっていうのが正直なところです。で、私のチャンネルご覧いただいている、親御さんが多いんだと思うんですけれども、この状況を何年か上の世代が、陥っているっていうのを、対岸の火事として見るのではなくて、ご自分のお子さんが、こんな状況に、この後このコロナ禍がどうなるかわからないので、今のように収束していって、このままなくなってくれてしまえば、何よりなんですけれども、そうなるとも限らないので、転ばぬ先の杖という形で考えといていただいた方がいいのかなっていう気が、日々しています。で、こっちに文科省の方のホームページからの切り抜きなんですけれども、高等教育の無償化っていうことで、こういう制度が取られています。これご存知の方は、多いと思うんですけれども、先ほどの、駒澤大学の400万円規模に比べると、令和3年度予算額で4800億円、積まれていますので、これで授業料の免除減免、あるいは、給付型の奨学金ということで、2000億円以上の、予算が組まれていますので、ぜひこの辺をですね、なんとか使うような形で、経済的なことで大変なことにならないように、事前に、準備をしておいていただければなと思います。
で、まあ、細かく見ていくと、住民税が非課税世帯っていうのが、まあ、一番助けてもらえる金額が大きいんですけれども、それに準ずる世帯の学生っていうことでも、まあ、2分の1とか、3分の2とか3分の1とかっていう、支援が受けられますので、その辺の準備をしておいていただくっていうことが、大事になってくるんじゃないのかなと思います。で、住民税っていうのが、前年の所得に対して住民税が来ますので、そうすると住民税が非課税の世帯だよっていうことで大学1年生の時に、まあ、仮に申請するとすると、お子様の学年で勘定すると、お子様が高校3年生の時の、お父様お母様の所得に対して、住民税がどうだったのっていうことになってくると思います。で、そうすると、違いますね、大学1年の時に申し込むとすると、高校3年生の時の税額が、基準になってきますので、この税額が決まるのは高校2年生の時の、お父様お母様の所得っていうことになりますので、ここで申し込めるかどうかっていうのが、高校2年生の時の、お父様お母様の所得が基準になってくるよっていうことになりますので、まあ、そこに行く前に、できればなるべく、まあ、お父様お母様の所得が高ければこれ使わずに済む話ですし、使わずに済めば、まあ、それは何よりなんですけれども、もしギリギリのところで、使うことができればなっていう感じの、ご家庭でしたら、まあ、仮にですよ、お父様が、正社員で働いていて、でお母様が、パートアルバイトみたいな形で、貯金を積み上げているよっていうことであれば、高校2年になる前に高校1年生段階でここまでに、なるべく貯金を積み上げていただいて、で、ここの高2の時の、お母様の、パートの収入っていうのは、どうするべきなのかな。もし逆に、一生懸命働いて、積み上げるよりも、所得を減らして、専業主婦っていう形にして、世帯所得を減らした方が、税額が減って、ここで申し込みやすくなるっていうことであれば、そちらの方が得な場合があるかもしれませんので、そこはちょっと作戦を考えていただいて、で今私のチャンネルをご覧いただいているお父様お母様の一番多いところが中学3年生のお父様お母様がご覧になっている人数が多いんじゃないのかなっていう印象を持っていますので、まあ高校1年っていうともう来年の話になってしまいますので、そこはちょっとここまでにどうするのかっていう作戦をぜひ立てていただければなと思います。で、国公立と私立の話なんですけれども、そんなに金額的には違わないんですけれども、私立の方が若干授業料の面で、多く支援はしていただけるんですが、もともと私立の方は授業料が高いので、私立の授業料の、減免額っていうのが、70万円ということになっています。大学の場合ですね、そうすると、私立文系の授業料が150万ぐらいって考えると、まあ、これ半額になるよっていうイメージで、よろしいかと思います。で、国公立の方だと授業料が54万円減免になるっていうことなので、まあ、一部ですね、東工大、東京工業大学は、60数万円が授業料なのでちょっと飛び出てしまうんですけれども、一般的な国公立の、授業料だとこれ全額免除っていう形になります。で、入学金も、私立だとこの26万円では足らない場合もありますけれども、国公立の大学だと、28万円で収まる形になってくると思いますので、もしこの、授業料の免除が取れるっていう形で、いけると、授業料が4年間、全くかからずに、まあ、国公立の場合ですね、国公立の場合は、全くかからずに4年間勉強できますよっていうことになってくると思います。で、プラス国公立の大学だと、自宅外
生で年間80万円給付型の奨学金、要はもらえる金額が80万円ありますよ、自宅からの通学でも35万円もらえますよっていうことになってきますので、もし、まあ、これが条件ですよね、住民税非課税世帯ということになってきますので、住民税非課税世帯の、お子様で、ぜひ大学には通いたいんだけれども、経済的にどうなのかなって心配だなってお考えの、お父様お母様いらっしゃるようでしたら、この制度を使っていただいて、でまあ、お子様にはですねちょっと、ね、私立よりは、厳しい受験にはなるかもしれないですけれども、国公立を目指して頑張っていただければ、4年間無料でプラス、自宅外生、まあ、地方の国公立に通ったとすると、自宅外生として、年間80万円もらえますので、これはこれで、利用する価値があるんじゃないのかな、下手に私立の文系を早めに決めてしまって、茨の道を歩むよりは、まあ、地方の国公立っていうことにはなってしまうかもしれないですけれども、そちらに進ん で先ほどの、この女学生ですね、この女学生のように東京の大学に行った方が就職の時に有利だと思って、東京に来たのにこんなことになっちゃったっていう女学生の話だったんですけれども、就職の時にどうなのよっていう問題が、心配な場合でも、今オンラインでの就活が、だいぶ進んできましたので、それを活用して地方から、まあ、中央の東京なり大阪なり大都市のですね、企業を受けることもできますし、さらにもっと言えばですね、まあ、東京の方に就活をするために交通費をかけて、あるいは宿泊費をかけて、就活をするとしても、その時にかかる金額って、どうなのよって考えると、まあ、仮に片道、1万5000円で新幹線に乗って往復で3万円で、宿泊費に、まあ、1泊5000円かかるとして、仮に10日間、宿泊して、東京で就職活動したとしても5万円トータルで8万円の話なんですよね。ですので、8万円将来の8万円の交通費宿泊費のために、4年間の授業料あるいは生活費っていうのと天秤にかけるのは、ちょっと、無茶なんじゃないのかな、おかしな話なんじゃないのかなっていう気がしなくはありませんので、で、私立の大学に進んで授業料150万文系でですね、取って、授業をしている大学の支援が、まあ、1000円2000円程度の支援ということで、ホームページにこう大々的に歌われてしまうっていうのを考えると、そこはどうなのかねっていう、ちょっと腹立たしくも私見ているんですけれども、そういう状況がありますので、ぜひ、ここで、まあ、考えるだけはただですので、じっくり考えていただいて、大学をどうするのかで、そのためには受験をするとなったら、お子さんとしては、まあ、高2高3あたりから、準備を始めなければならないですし、お父様お母様との立場としたらその一歩先に、中3の、今現状でしたら、高校1年生段階で、その準備を始めていただければ、転ばぬ先の杖になるんじゃないのかなって考えています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。